まあ今僕らちょっとトイレ引っ越したくなって、コンビニでトイレ借りたじゃないですか。で2つトイレあって、こっちトイレ使いって俺言うたんか、もう1個のトイレが死ぬほどでっかいうんこが流されてなかったんですよ。聞いてください。そのうんこにね、ティッシュがなかったんですよ。え、どういうこと？うんこだけした。ウォシュレットオンリーの可能性があるんですよね。多分ウォシュレットに絶対の信頼を置いてティッシュ使えへんかったんですよね。全然理解できない、全然理解できないけど、確かにすごい顔で P があっち使いあっち使いみたいな、もうドレミにうんこ見せるわけにはいかへんと思って人のいや多分見たら今戻せますね。さあドレミさん、はい、ゲスト今日の席に到着してるらしいです。あ、嘘。前回孝太郎、はいはい、まあ探したじゃないですか。はいはいはい。でオーラ全くなかったと、まあ見つけなかったですよね。それ以上にオーラのないゲストなんで、ちょっと見つけるの大変かもしれないんですけど、ちょっと探しましょう。改札におると、僕ちょっと発見しました。僕発見しましたよ。え、私全然見つけられない。僕は見つけました。探してください。え、まだいます。見つけた。はい。ということで、あ、見つけましたやっと。何見すぎやろ。いやもうほんまに溶け込みすぎや。もう風景に。でしょ。全然もう孝太郎さんより難しかった。しょっぱなディスってくる。はい、今日のゲストはたくさんです。よろしくお願いします。まだお酒入ってないから温度差はあれやろうなと思って、だから一杯引っ掛けてこようかなと思ってんけど、じゃあ今の今まで俺もちょっと別の収録をしてて、別の収録じゃあもう缶酎ハイ飲みながら移動して探してで、こっちで合ってます？ちょっと待って、タクって Google マップとか使える人なの？使えるよ。じゃあその当てがあるんだらお店とか決まってるんだよ。じゃあ立ち飲み猫って、あ、立ち飲み猫っていうお店、立ち飲み猫っていうほんまこの名物ですよね。まさか Google 使いこなせへん。優秀優秀。朝からもうずっとやで。もうすぐそこや。え、もう？え、ちょっと待って、今見た、なんか Google マップこうやって動かしてた。違うえ、どういうことそれって。だって進行方向を上にした方が見やすくない？え、そんなんあんの？進行方向上って何なん？え、進行方向って何？じゃだって今これどっち向いてるかとか出るじゃないですか、この色が出てる。え、色ってどれ？この青い点に対してこうふわって出てへん、今右上に。それが向いてる方やね今で。目的地がこの目的地がこの赤いやつだから、こう向いた方がこうまっすぐ見やすいでしょ。あ、そういうこと。え、こうやって指で動くの？その赤が上に行くの？指でだから2本使えばこうやって回せる。えで、拡大とかもできる。え、こうやってたよねうちら。こうやって。え、Google電波が悪いからやつこうやって。何？どっち向いてるかわからんから。で、あれっていう。Google の人やん。え、初めて知った。初めて知ったね。マジでこれネタだと思われちゃってますけど、その本当は分かってんのに赤軍刑事の音楽聞いたらもう病気や。え、病気って言われた。病気やもう病気や。いい感じに決まってる。ちょっと待って、どれ聞いて。酔っ払ってへんからまだ。あ、そうですまだな。なんか昨日と違うなと思った。なんかノリ悪いと思って。違う。わかる。ドレミその辺の温度差測ろう。よう取ったら多分対応できると思うんですけど。ああ、そっか。昨日のテンションでいた。シラフでそれに対応できたら今叩くってこのポジションおれへんから。おい言うな。先生せんべろって見てると。ビールが安くなかったりする。そうやね。あれが残念。ちょっと言わんとって、あんまりからくりを言わんとって。でもまあハイボール好きな人多いんで、まあなんかウィンウィンみたいなとこまあね。僕もほぼビール飲んでるんで。そうやね。合格さ、うちらだったら絶対これかったね。この辺は3人なんですけど、大丈夫ですか？映してください、わても。映しても大丈夫ですか？逆にいいですか？はい。じゃあやったちょっとぎゅうぎゅう詰めで行かせてもらっていいですか？逆にいいですか？すいません、すいません、お世話になります。ちゃんかわいい惚れてまうて惚れてまうもう早い竹谷翔ですか？誰ですかもう分かんないですわ。なんで？逆になんでって言われても。いやこれ安いほら見て。あじゃあ梅酒にしようよね。生ビール200円。あハイボールでしょ。無理やって絶対無理。生一。めっちゃ綺麗やね。ありがとうございます。すいません。あどれ見てあれやな西成に構えに行こう。あそうですそうです。よう知ってますね。ということで、今もう勝手頼んじゃない、ポテサラ頼んじゃない。何人組？黒バラもなんてダメ。ならへん。合ってます。このリアルスロッター。あ、そうです。これをタクっていうこれ。あ、これがタク。お兄さんが。じゃあということで、今回4軒目お邪魔しますので、4軒目ということで、秘密。タクのゲストを迎えて4軒目ということで、はい、乾杯です。なんか拍手していただいて。おお、なるほどね。可愛い。美味しい。おいしい。今日は持てへんの。1杯200円ですって。それはいいよ。大体300円とか350円ですもんね。そうやね、この辺会話いいから。何食べます？食べ物は。ね。やっぱりちょっとゲストにサクさんということでね、まあ何万回も言われてるらしいんですけど、えのきださんだけにえのきポン酢180円死ぬほど言われてきたやろ。だから逆にあえて言うえのきだだけにえのきポン酢食べるんでしょうとかって。で私正直サクさんとなんか仲良くさせてもらってるんですけど、えのきだって最近知ったんですよ。ちょっと待って、センブロクラブで来た時ぐらいそういうこと言われるようにしてあげようよ。ああもううるさい。そういういじりやめてあげようよ。もうもてなす違いますもてなすって意味でえのきだあほんまですか。じゃあまあもてなされますわ。えのきださんはどうしますか？何笑ってんの。じゃあこの辺気になるよ。麻婆豆腐と極うまホルモン煮とか。じゃあこれがいい麻婆豆腐。これいったね。いったピーなんか自分個人的ない今麻婆豆腐えのき。とりあえず言われたもん食べますよ。もう一個ぐらいまた頼んできた。そうね。なんか何がいいかな。そうね。でうちらも食べてるからたくさん決めてください。なんかパッと食べたい。ここはちなみに3000円まで使えます。そうね。でもそうかそうや。ただただいっぱい飲めるんじゃないの。制限あるね。そこなんですよ。ご飯美味しそう。でもやっぱり人がこんだけ集まるってことは安さだけではないと思うんで、大体普通の居酒屋でもそうやねんけどさ、ポテサラあったら絶対ポテサラ頼むのよ。それはなんでなん？ポテサラうまいとこは大体何食ってもうまい。でポテサラ大体その既製品と手作りが最初に違ってで手作りが上下がすごいよ。じゃあ早速ポテサラの方。これ手作りね。なんでもうブラックペッパー乗ってる時点でちょっといいの。あ、そうなんや。いただきます。うん。あ、美味しい。美味しい。しかも当てになってる。ああ、なるほどね。そう。だから前菜のポテサラではない。だから味が少しだけ濃いめ。あ、いいですね。当てのために作られた。そう。これでお酒飲んでねみたいなポテサラの味する。ああ、なるほど。美味しい。ちなみにいくらですかね。200円。200円。ああ、なるほどね。これはまああるかなみたいな。美味しい。ブラックペッパーがね。そうですね。いい具合よね。もしかしたら一番よう見てくれてる人。あ、そう。今日のまだたくさんっていう名前をしてたんですけど、ゲスト今回来てくれるゲストは、まあメンバーの中で一番セベロを見てくれてるんじゃないかな。いやね。ほぼ多分 95% 見てる。いや嬉しいな。楽しみ。嬉し楽しいですか？ちょっと楽しみ。ほんまに。期待値を追わずに。期待値より今攻めろとか。ああ、週一配信になんねや。ちょっと思っちゃっても。普通のユーザーの楽しみ方。そっか、まあまあいろいろあるよねと思いながら。いやでも面白かった。面白かったね。セブンラブどうですか？セブンラブ。なんかね。なんやろな、あの魅力って見ちゃう、ついつい見ちゃう。多分その一本の時間的にももしかしたらちょうどよくて、でなんかしながら見るのにちょうどいいのかも。だから家で、それこそ家帰ってきて、ちょっとまあご飯食べてお酒飲みながら、ちょうどセンベロクラブの時間でご飯食べたり終わったりでがちょうどいいんじゃないかな。吉本新喜劇の味方や。土曜日のお昼にだから吉本新喜劇テレビつけてボンカレー食いながら見てるっていう。嬉しいです。めったに人を褒めない。いやそんなことはないやろ。人に関心持たないっていうね。昨日だって最後の最後酔っ払って、俺センベロめちゃくちゃ見てる、いやいやいやろは見てないけどって野郎3人と怒られとった。なんでそれ今言った？見たことない。なんでそのお前今言ったって。いやでもちゃんと野郎さんとハグして解散したから。確かに。ありがとうございます。なんかこういうのいいですね。安いお金でいろいろ飲めるやつ。そうね。じゃあ、いや、今日は、いいですか。はい。でも、ちょっと猫舌なんで、先に。ああ、わかりました。じゃあ、いただきますね。わかった、ちょっといいこと考え。何、あ、わかった。うん、なるほどね。出たこれ。いや熱いね。いや違うね。ほんまに俺も分からへんけど、素人がやったらあかん熱さやね。分かってる？じゃあ夫婦してそらせなあかんやろ。夫婦はしなあかんやろ。はい。熱い熱い。あっくわあっくわ。まだまだリアクションが薄い。いや、あっこれうまい。あんま辛くない。辛いの苦手ですか？めっちゃ好き。なんでやろこれ。なんかね、味が久しぶりに食べたからかな。味が濃い。なんか思ってる味より。あ、なるほど、イメージ。濃いけどなんかその塩辛いとか嫌な。嫌じゃない。じゃあ私もいただきます。なんでやろ。気のせいなのかな。気のせい。あ、わかる。あ、でも辛いよ。辛い。うん。いや全然辛くないけど。唐辛子辛さある。旨味がすごいある。ね。可愛い女の子が西成に行くとか。ああ、そうです。じゃあこの可愛い子おったら、こいつなんで可愛いのに西成行くんや。けしからんと。これなんか企画もんやから多分生かされたんだ。いやもう本当に。可愛いおっさんおったやろ。いました。でも楽しかったですよ。いい人もいっぱいいました。それいい人おんねん。怖い人おるやんか。怖い人いた。こんな人いた。あ、俺。なんかはめれてるおっさん。ああ、いました。鳩を脅かしてね。次に私たちも脅かされて。言われて。自分やん。はい、すみません。俺 YouTube よう見てるもん。すごいね。それってジャンバル知らないのどうやって飛んでくるんだろう。あ、だからおすすめに出んねん。おすすめに出るじゃん。そのお酒とかの動画ばっか見て。だからドレミソンですよねとかセンベロクラブですよねって言われることもあるけど、YouTuber さんあ見たことあるっていうのが。そうね。ジャンバルじゃないんだ。今この瞬間だけでも思ったけどさ、その最後にさ、なんか知らんけど出てんだったらまた見てみるわみたいな人とかいっぱいいたよ今。登録するわとかでも言ってる本人ベロベロで多分覚えてないからなんか名刺じゃないけどセンベロクラブのそのね、なんかそういうのあって、あこれって私明日にでもあこれかって登録できるんじゃない。だからお店とかにもシールないですかって言われるから P さんお願いしますって言ってるんだけど、なんかまだそこまでじゃない。忘れちゃう。ただそれだけ。忙しいね俺も。ただそれだけ。酒飲んでるばっかりじゃない。でも絶対必要ですよね。私とかね、一番手っ取り早いしね。さっきこれ食べたんだけどめちゃめちゃ美味しかった。美味しい麻婆豆腐がそう、なんかうまみなんなんやろな、この旨味が。なんだこの旨味が多分もうすごいなんかないろんな麻婆だったけど、これはほんまになんか僕の美味しさが依存性のある何かあるね、何かね。いやマジでうまいね。そのちょっと待って、これなんですか。これもすごい、これでお酒飲んでる感は強い。なんか正直食感は好きじゃない。なんか少しなんか衣がなんかサクっていう感じじゃないからそんなにあれやねんけど、その分すごいなんか味、なんかこれもちょっと依存性のある味してる。なんかカレーっぽい味、カレーじゃないな。なんかすごい旨味は強い。でもね、ゆきさんが言ってたの間違ってたんだよね。何が？ポテサラ美味しかったら。いや、そうでしょ。今んとこ外れないよ。日本語のニュアンスがね、こっちに難しいよ。でもやっぱ人気ですね。ひっきりなしに一言も。監禁お疲れ様でした。監禁お疲れ様でした。ほんまに。まあまあ使ったよ。収録したの自体が11月でしたっけ、12月でしたっけ、11月ですね。11月の終わりぐらいだったけど、誰から何を言われるでもなく10月にスケジュールがポンって入った監禁72って4日間抑えられてた。じゃあということは入る時はちゃんと監禁72と入るシャツですね。入ったで、いけますかみたいな感じで聞かれたことも一回もない。もう行くよねみたいな拒否権は多分なかった。監禁見てくれた人は分かると思うんですけど、あれほんまにご飯とかがやっぱ途中でその牛丼とか食えたのがめちゃめちゃ美味しいです。こんな牛丼食ったことねえぐらいうまいの。味が濃いってね。そのせいで監禁終わってからもう2週間で人生最大まで体重増えた。今戻ってないじゃん。じゃあいや飯がうますぎてしばらく飯食う量が増えて、俺基本的に1日 1.5 食ぐらいなんよ。長崎は特に最近どっか夕方ぐらいに1食食って終わりやのに3食食ってた。そんなにマジでまともに食べられないの。食べれへんよ。一応食べ物らしきものは出してくれるよ。こっそりパンくれるとかない。こっそりパンも出えへんし、コーヒー自販機にも買いに行けへんし、タバコも吸われへんし、携帯も触れへんし、ガチ。でもめちゃめちゃまともじゃなかった。タクはな、ほんまにあんまりこう取り乱すことはなかったんやなっていう印象が。あれはもう何本、いやだから俺が3人目かな、3人目っていうか3本目の監禁出て最初の24時間ぐらいは楽しかったの正直。まあなんかきついもん出てきたりいろんなことしても、これ見てた監禁のやつや監禁らしい監禁やと思いながら来てたけど、まあもう2日目から無理しんどいもん。いやでもほんまきつい。もう乗ったらいいよ。そういう時に一緒にやるかじゃあ。まあおもろいかどうか分からへんけど。先輩も YouTuber になりたいらしいよ。今政治家ですよね。小沢一郎さんじゃなかった。なんで似てる？タイに住んでて日本に住んでてっていうので遠距離恋愛。そう遠距離が無理やっていう話になって。ちょっと待って、もうちょっと待って。小沢一郎先生が外人なんで何の国際サミットなん。似てるけどな。いやもう完全に日米安保やん。もうやめてよ。日米安保うまい。受けた。日本で仕事してるんですか？そうです。僕は自営業でゲームの翻訳。ゲームの翻訳。はい。ファイナルファンシーとかワンピースとかその英語版作る。すごい。俺は海賊王になるって英語でなんて言うんですか？ I wanna be a pirate. Are you a pirate? かっこいい。Repeat after me.I wanna be pirates. お、かっこいい。おお。pirates じゃなくて pirates だからそれは服。ああ。だからI wanna be a pirate. a pirate. I wanna be a pirate. Repeat after me. I wanna be a pirate. いらっしゃいませ。いいね。恋愛事情ですよ。パクにはほんまに不思議なところがあって、そのこんなん言うていいか分からへんねんけど、まあ、性癖、人のものじゃないと好きになれないっていう。あ、いやそれは違うよ。好きになった人に全部相手がおるんですよ。直近3人ぐらいがそうやってる。でそのうち2人は知らんかった。相手が実はいるっていうことを知らんくて、そのまあいろいろあって、その付き合いだの付き合いへんだなっていう話になった時に2人は白状してきた方がいい。なるほどね。あ、だからじゃあ人のものが好きなわけじゃなくてそうなのだけってことですね。まあだから別にそういうのが好きなわけではないよ。でもな、まず好きになる前に相手がおるかどうか分からへん。いやでも分からんよ。分からんし確認もせんでしょ。いやそら、いやちょっと好きになったら彼氏おんのとか聞くやん。いやじゃなくて、その例えばじゃあドレミと知り合ったとして、なんかまあいろんな話していったり飲んだりしていく中で、なんていうかな、そんな話が出えへんこともあるでしょ。しない。確かに。どうなのとか私は結構聞くけど、あんまり恋愛の話はせえへんってこと。例えば2人で飲みに行くことも俺多いの。女の子聞いたで、それって大体の場合女の人も彼氏がいたら2人飲みに行くのはちょっとっていうことも多いでしょ。まあそうですね。大体場合によるけどね。場合によるけど、多分ちょっと彼氏がいるからちょっとっていうケースの方が多いと思う。まあでもそれで別にその気もなくてフランクに飲みに行けるってことは、なんか暗黙じゃないけど彼氏おらんのかなって思う節もあるし。でなんかなんていうんやろう、苦毒じゃないけどいろんなことが順序立ててさ、トントン拍子に進んでいくことがあるやん。その流れで例えば初対面、大勢の中で初対面して、じゃあ今度まだ飯行こうやで、じゃあ2人で飯行った、じゃあまたこれも行こうぜってどっか遊びに行ったりして、まあそういういろんな流れでそのやることもやってみたいなところまでトントン拍子行ったら、彼氏いると思わんくない？それでいて思わんかな。それは思わんね。でもね、たくさんの場合はちょっとあれだから、なんかこう嫌な人がないから、その要はなんていうの、狙われてるって分かってる人だったら彼氏がいたとしたら2人で行かないけど、たくさんだったらいいってパターンはいろんなの多そうな気がする。なんかそれはよく言われる、なんかそのいい意味で男っぽくないでもオスっぽくないから付き合いやすいっていう女の子には言われる。女の子の家に泊まることもあるけど、まあ普通にできればその寝るときに「いいよ俺そばで寝るから」っていうのがほとんど。でもムラムラせえへんの？ムラムラはしないですよね。じゃあなんで週に2回もそこなムラムラしてるやんめっちゃ。いやでもなんかなんてだろう、ずっと嫌らしさを感じない。だから週に2回俺にしてるって言ってるやん。それはいいの。いやらしいやろ十分。十分いやらしさを感じろ。それはそれで好き。どういうこと？注目してほしいところあるんですよ、ドラミさん。髪の毛見てください。髪切った？今までロン毛で後ろ縛ってたんですよ。ああ、なんか小栗旬に憧れてますみたいなね。昔。あ、昔？なんで切ったんですか？ちょっと収録の都合で役作りのお仕事の都合で30センチ以上切ったからね。役作りって俳優やん。はい。小沢帰っていいかな。小沢帰るの？小沢帰ります。帰りますか。はい。なんで小沢一郎やねん。いや小沢一郎。ちょっと役作り。そうですね。まあ多分もう配信始まってると思うんですけど。そうですね。配信日がね。新番組が始まることになりました。告知会。告知しに来たってこと今日。告知しに来たんじゃないっすよ。何しに来たん今日？今日飲みに来ただけなんですけど、いやそうなんかほらなんで髪切ったんって言われて、そんな興味あんねやったらそんな興味あんねやったらちゃんと理由を説明しちゃうとな。なんで切ったのか。だってもう1年半近く伸ばしてたのよ、髪の毛。そうやで。これをバッサリ切って、マジね、昭和じゃないけど失恋したんかいとか言えるいっぱいあるわけや。たっちゃんってこと、たっちゃんやった。たっちゃんというか、まあたくや。えってこと、えかっちゃん誰？もう俺やね、双子やし。一人二役。そういうこと？はい。で、まあそのあとまあマネージャーのまあ甲子園に連れてってって言ってる当人が東が名字は分かんないですけど、朝倉なんか分かんないですけど、東が七瀬さん。あともう一人は孝太郎がタッチのキャプテンのキャッチャーの孝太郎を演じます。なるほどね。でその役作りのために髪の毛を切りました。いやもう役者やで。バッサリ髪の毛切ってきて、で体重も落としたんやったっけ。体重もはい、もうパンプアップしました。だいぶ作りました。肩も作ってちゃんと。で今日もそのドラマロケ、今日そのロケをして、すごいね、なんかちょっと違う人と話してるみたい。だからそのドラマとパチスロの融合って僕一回昔やったことあるんですけど、恋マネですよね。恋マネだからプレミアムっていうところでやったんですよ。だから YouTube でそれをやったらどうなるのかっていう楽しみでもあるし。いいな。私だからずっとドラマ出たいって言ってるけど一切オファー来ないから。まあまあ本域でドラマ撮ったで。いやいいな。なんてやパクリではない。ああなるほどね。あくまでほんまにリスペクトして、まあなんなら俺も孝太郎も多分奈々さんもそうやねんけど、タッチの漫画前回買ったからね。すごい。すげえ。でちゃんと読んで、あこれがタッチの名場面か名台詞かっていうのを理解した上でドラマパートの撮影に挑んで、ほんまに。えなんかちょい役で出させてもらえないですか。いる役でいいじゃん。いる役でいい。やりたいのドラマ。私もやりたい。楽しみ。じゃあ新体操やってもらわなあかんで。パッツバツのレオタード着て。はい、まだ新番組があるんですよ。たくさんの番組。これがまあタイトルが団地妻じゃん。団地妻と麻雀かけた。あれになってまして、でまあコンセプトとしてはもう団地に住む団地妻いわゆる麻雀好きで団地妻が集まって麻雀を打つっていう番組をやるんですけど、でレギュラーが木村家拓さん、五十嵐マリア、七瀬静香でプラス一人ゲストを迎えて、であと俺っていう基本5人でやる番組が始まるんですけど、今日なんか解説かなんか解説というか、俺がその麻雀好きなお兄ちゃんみたいな役で、そのまあ売ってる4人が団地妻やってもらって、で俺がまあちゃちゃ入れたり。あじゃあそれは継ぎはぎとか夫とママ関係なく母ちゃん姉ちゃんではない。あではない。みんな団地妻で、まあそういう感じで麻雀番組も始まりますよと。いいですね。なんか何もしかしたら2020年100が飛躍の年になる可能性も決めてまるっていう。でも勘でもうたよ今。決めてまる言うても。いやごめん。思ってもない言葉言うてしまった。そうやろ思ってないやろ。再ブレイクですよね。いや再っていうか一回でもあった。下や。最近で言うといつも監禁見てますって言われるのよ。でいつもは監禁されてるけどありがとう。ってなる。でも関係はすごい言われた。良かったですみたいな。面白かったです。あれガチなんですか。あれガチあの部分どうなんですかとかいろいろ言われた。次の人へのなんかもしアドバイスがあるとしたらどんなアドバイスがある？アドバイスなんやろう。人によると思うんですけど、いろいろ考えて臨む人もいると思うんですよ。こういう絡みしよう、ああいう絡みしようとか、いろんな準備をしてきたり、まあ72時間の中でその自分の思ってるキャラクターを演じようと思う人もいると思うんですけど、無理やから。72時間カメラあの部屋にマジで3台ぐらい取りっぱなしにされてる中で、72ジオネジかエンジンとか無理やから、もう何も考えずに聞けんってことだから、それが大気丼やったよ。無理になったんが大気丼、ボロが出まくったんがだから、いい意味でもう何も考えずに行くのもいいし、帰ります。あ、帰りますか。バイバイ、頑張ってね。See you again。頑張ってね。なるほどね。だから何も考えずに、あんまりやりすぎると多分後々しんどくなるから。だからあとはほんまに一番メンタル保つためには言ってもしなへんからって思って全てこなすしかないっていうことらしいです。怖いあらセジロクラブチャンネル登録よろしく。ありがたいね。就活生なんですよ僕たち。あ、就活生、どうですか手応えは。順調です。あ、順調なんですね。順調。順調な。徳さん、そら順調やからこんな笑顔で飲めるんですね。野球してるんでまた応援よろしくお願いします。野球してそう。支援をここまで。プロ野球球団ってこと？無理やで。プロ野球球団。さすがに。じゃあ会計しますか。いやー、賑やかやったなー。もうほんまに俺もいじられ倒されて。いいばっかりね。大人気ですね。ほんまにほんまに。いやもう喋りすぎだわほんまに。めっちゃいい。結構たくさん飲めました。多分2杯ペイも飲めました。俺2、3杯飲んだんちゃうかな。うん。ビール2杯3杯いったかな。あそうそう。また俺忘れたけど3000円か。そう3000円。ということでいかがですか。3人で飲んで2200円。安い。いやもうほんまに手叩いていただいてありがとうございます。しかもめちゃくちゃ美味しかった。美味しかった。ポテサラとかめちゃめちゃ美味しかったよ。でしょ？ポテサラを食べきれって。もっといろいろ食べたかった。丼にして食いたいポテサラ丼。カレーも食べたい。カレーとかあんねや。ありました。700円ぐらい。だから全体的にほんまにお酒に合う味付けになってた。なるほど。またプライベートで来ましょう。ほんまにね。ほんまにね、あと翻訳してる人とかね。ああ、就活の子たちが。うん、来てるということで、頑張ってね。いいとこ就職できますように。はい、ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。頑張って。頑張ります。はい、ということで。ということで、いや、本来、ちょっとタクが、まあ、ゲスト1件目なんですけど。まだ飲みたいね俺タクト。そうでしょ。だってまだ。あ、いいんすか。俺まだタクト飲みたいね。私も飲みたい。なんかゆっくりはできなかったしね。3人とか。いいの？いやいいっすよ。時間大丈夫ですか？時間多分ね。この今ちょっと売れっ子なってんのに大丈夫なの？ドラマ大丈夫ですか？ドラマ。ドラマも大丈夫ですか？あーっと飲みたい。まあ言ってもだって4件目終わってまだだいぶ時間早い。確かに普段だったらまだ飲んでないか飲んでるかぐらいの時間ですね。そうやな。全然行きましょう。あ、よし。じゃあタッグで5軒目行きますか。はい。いいですか一番。いいとこ行っちゃってください。うわこれ美味しそうやな。プリプリや。これやで。コラーゲンたっぷりの魚よ。ボリュームが違いますよ私と。美味しいですよね。タックにスポットライトを浴びせるってあんまないんで、そのパチスロとかは別だけど、せんべろクラブご視聴いただきありがとうございました。ドレミのツイッターフォローよろしくお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。大好き大好き。